自分で組み立てたそうですが、できなかったという方ですね。組み立て以来直そうと思ったのかな、どうなんだろうね。当チャンネルは無職のおっさんが有り余る時間をフルに使い、自分の興味に貪欲に取り組むチャンネルです。多趣味道無職でどれだけその道を突き通せるか、破産まで続けるつもりです。今後もいろんな興味、そしていろんなことやっていきます。興味がある方、チャンネル登録、通知ボタン、おまけにグッドボタン、よろしくお願いします。では行ってみましょう。あ、どうなってるんだろうと思って買ってみた。動画を拝見していて自分でチャレンジしてみたけど、バラすのは大変ですけど、組むのはやっぱ難しいということで、組み立てをしてほしいところですね。買ったけどダメでしたと。まあ意外とね、こういう人もいます。うん、あのね、チャレンジしてみてください。こういうのは大事です。チャレンジしてできなかったものはまた俺に頼んでください。自分で何分やるのは大事です。本当にね、こういったことをチャレンジする、こういうのがすごく大事よ。うん、そうすると仕組みもわかるしね、あれが悪い、これが悪い、ここが悪いんじゃないかっていう。ただただね、まあ動画見てるだけでもいいんですけどね。うん、動画見てるだけでも、まあここが悪い、あそこが悪いっていうのを説明できますけどね。うん、こうやって技術系の方なんかはもう特にね、やっちゃうんだろうね。はい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 、添付はきちんと動いてるね。うん、添付は動いてますと。あ、いいね、いい状況だ。254、プラマ、ビートエラー0、プラス2秒、めちゃくちゃいいじゃんこれ。なのでちょっと組み立てていきましょう。ないパーツがあるかもということだったのでね。ではやっていきましょう。途中までだね、途中からだね。こういうの意外と好きよ。意外と途中からとか結構好きなんですよ。どこまでできたんだっていうのが分かるじゃないですか。うんうん、ああはいはいとかね。スイングピニオンがあるから、まずはスイングピニオンをつけましょう。あれ、あー、これね、抜けたね。7750の場合、これ押しただけでね、入らないんです。なので入れたら押し取りを軽く押しながら、ほらパチンとなったね。そうするとね、もう入りました。比較的入れやすいです。大丈夫だね。まずはスイングピニオンを入れましょう。スイングピニオンは、ムーブメントとクロノグラフを直結しているこのピンですね。ピニオンギア。これはね、動いてるもの、常に動いてるので、装着するときは、ハック機能をさせて、機能させてからやりましょう。そうすると組みやすいです。そもそもこれは組みにくいものなのでね。ここにシュッと入れて、そしたら受けを乗せていきましょう。また頭かぶるよ。これでまあ針が正常であればいいんだけどね。正常であってほしいね。めんどくさくないから。
これでどうだ、うん、これなんかすごいでかいな。これ大丈夫そうだな。大丈夫そうですね。クロノグラフの積算系も大丈夫そうです。まあバラしただけなんでしょうね。なのでまあこれでまあ大丈夫そうでしょう、うん、まあ一旦またねタイムグラファーをチェックしてね様子を見てみましょう。一瞬止まったけど多分馴染みだろうね、うん、ホコリやら何やらがありそうだからちょっと一旦稼働させておくか、うん、意外とここのね組み方癖があるから慣れないと結構組みづらいかもね、うん、750は癖があるんだよな。若干の癖だけなんですけどね。うん、大丈夫そうだね。様子を見ましょう。今日は組み立て依頼ですね。まあこの方興味あって買ってで自分で分解したそうです、うん、でまあ組み立てられなくなったというような依頼でした。意外とまあチャレンジャーですね。チャレンジャーの人からの依頼っていうのは結構あります。まあ自分で組み立て自分で分解してこう直そうと思ったけどダメだったとかそういう人も結構いますので、結構これねチャレンジってね意外とね大事です。壊れてもいいです。やってみましょう。何でもやってみることが大事ですから、ダメだったら依頼してくださいあー途中までやってダメだった、だったら依頼してください、うん、そこからやってみますから。まあ最悪ムーブメント変えるなりなんなりしてみればいいんですけど、うん、まあ7750ですので、まあ、汎用機ですから、まあなんなりどうとでもできますからね。どうとでもできますから、ぜひまあこういったチャレンジもね結構大事ですから、ぜひチャレンジしてみてください。でここでね7750のあれはクロノグラフ機構のところかな、あと自動巻き機構と組み合わさってるんですけど、ちょっと若干癖がありますから、組む時の癖ですね。7750のオーバーホールの動画上がってます、上げてます。そちらも見てみてください。そちらでまあちょっとコツとか詳しく上げてますので、そっちでちょっとね様子を見てみてください。若干そこら辺もね癖があるんです。癖がある組み方があるので、癖がある組み方違うな、癖があるので組み方にコツがあるコツがあるじゃん、コツがいる。ですのでちょっとまあその7750のオーバーホールのリンク貼っときますのでね、そちらちょっと見てみてください。まあそのコツさえつかめればあそこら辺は常に分解するもんなんですよ。あとね自動巻き機構歯車じゃないや手巻きできないとかってなるとあそこら辺バラしますから、意外とあそこら辺をよくバラすところです。だからそこら辺をまあバラしてしまえば7750の整備も結構楽になりますんで、ちょっとまあ勉強してみたいっていう方はね、そのあれです、7750の動画のオーバーホールの動画、そちらもねぜひ参考にしてみてください。ということでこういった日々の作業はインスタ、ツイッター、そちらによくアップしております。あとですねこういった依頼もですね、インスタ、ツイッター、そちらにメッセージを飛ばしてください。ここまでやってもできなくなった、もうね全部バラしても、もうどうしようもできないっていうのでもね、なんとかやってみます。そういうのも結構好きですから、チャレンジャーの依頼もね結構好きなので、ぜひぜひ依頼の方ですね、依頼の方とあとはねインスタ、そしてツイッターのフォローよろしくお願いします。ということで本日もご視聴ありがとうございました。Thank you.